はい。どうもよっぴこと伊藤です。今日はですね、以前配信で第67話ノートで音声配信したらどうなるか1年ぶりにテストというね、配信をしました。で、それから約1週間経ったわけなんですが、ある程度結果の方が見えてきましたので、今回はそれについてお伝えできればと思います。 まずこの結果に関しては解析の数字、数値にもね、ちょっと不確かな部分もあります。必ずしも正常な数値とは言えませんので参考程度に聞いていただければと思います。まあなぜこのテストをしようと思ったかというとですね、日頃私はノートでテキストをメインで投稿しているんですが、そこにね、 音声コンテンツを投稿した場合どうなのとちょっと思ってたわけなんですね。初めから音声チャンネル、音声ばっかりをね、投稿するアカウントとして育てているなら特に問題はないんですが普段テキストで投稿しているアカウントに対して音声コンテンツを投稿してもそれはね、内容に関係なく なかなか再生されづらいのではないかなということを思っていました。もともと音声アカウントとして育てたアカウント、専門チャンネル、専門アカウントであればね、そこについてくれているフォロワーさんというのは、音声を聞くためにフォローしているわけですから、再生されるのは当たり前だと。そうじゃなく、テキストをね、メインで投稿しているアカウントに対して、 音声コンテンツをたまに投稿したりするっていうのはどうなのかなと思っていたわけです。まあね、だらだらと話してても仕方ないので、まずは結果、事実の方からお伝えします。で、本日現在のダッシュボード、アクセス解析による数字なんですが、まずはじめに音声投稿をしました。これが、 10月28日。なので、7日間分のアクセスの数字。こちらが7日間で218アクセス。月は14です。ノートもね、何を持って1カウントされているかっていうのがね、ちょっと不透明な部分があるので、まあ、この数字がね、必ずしも正しいというわけではないと。 ただし一つの数字として218というアクセスがあります。一方で全く同じコンテンツ。まあ内容はね、同じもの。それを3日後の10月31日にテキストとして投稿しました。内容はほぼ同じ。まあ文字起こしのような状態です。なので経過日数的には3.5日分。 本日現在で音声コンテンツの約半分経過した数字になります。こちらが286、月は31ついてます。テキストの方が投稿して半分くらいの日数にもかかわらず、すでにアクセス数は上回っている。なので、このまま行くとですね、同じ経過日数であれば、 倍ぐらいいのの差が出るのではないかなかとそうじゃなくてもね、好きの数が全く違う状態ですので、まあまあ、音声コンテンツは聞かれてないのかなと。実際の数字的にはこんな感じになっています。そして、ここからが私の見解になるんですが、まあなぜね、このような数字になったかというところなんですが、やはりノートにおいては、 テキストユーザーというのが圧倒的に多いからだと思います。これは書く人も読む人もテキストを求めてノートにやってくるユーザーというのが圧倒的な割合を占めているのだと推測しています。まあ、確かにね、音声コンテンツを投稿してある程度の結果が残っている方ももちろんいます。ただその場合は他の媒体で すでにリストを所有している人。例えば、ツイッターでね、すでにフォロワーさんがたくさんついている人がノートに誘導した場合。あとは、音声チャンネルとして一から専門アカウントとして育てている人。つまり、今回のね、私のようにテキストと音声のごちゃ混ぜアカウントで大きく結果を出しているっていう人は、ほとんど見かけないんですよね。 そうなるとテキストメインで投稿している場合その場合は音声や動画を投稿する場合は完全に区切って提供する方がいいのかなと区切ってというのはね別アカウントで運営するという意味ではなくて同じタイムライン同じ投稿場所にね投稿したとしてもしっかりと 別枠としてマガジンとしてまとめたり、あとは普段はテキストコンテンツを無料投稿しながら、音声では有料コンテンツとして配信するなど、そういった住み分けっていうのが重要になってきます。私自身テキストや音声、そして動画など、様々な形式をいろんな場所で情報発信の方をしているんですが、 そのプラットフォームの特色に合わせたものを提供するというのがやはり無難なような気がします。例えば YouTube であれば映像ありきの動画、音声ラジオを YouTube に投稿してもなかなかね、再生回数が増えないというのはそもそも YouTube には動画を見に来ているユーザーというのが圧倒的に多いからと言えます。 それと同じようにテキストコンテンツを読むためにノートを開いているのにそこでねわざわざ音声を再生するのかって聞かれるとちょっとねハードルは高くなりますこれがねそもそも音声ラジオ音声アプリだったらいいですよね音声を聞きにそのプラットフォームにアクセスしているわけですからユーザーというのは音声を聞きに行っているような状態です もちろんこれらの違いというのは全く需要がないわけではなくて一定数のユーザーさんというのは確保できると思いますよ。ただし全体的な数、パイは少ない。それで言うと今は以前に比べてね、ちょっと数が少なくなったんですが前に YouTube にね、アクセスして世間では間取りとなっているようなニュースそれを見ようとして動画をクリックしたらね 字幕スクロールがダラダラ流れるという動画。こういうのが一時期溢れてましたよね。まあ私はね、すぐ停止ボタンを押すタイプなんですが、その時も文字が読みたいのではなくて、映像としての何か情報を求めてクリックしているわけですから、そこで流れてくる文字には全く興味がない。それでもね、タイトルやサムネイル画像に惹かれて、一度はね、クリックしてしまいますけどね。 それでも、あのー、字幕ダラダラコンテンツというのはね、正直一定数の需要があったというのも事実です。話によると、特に年配の方、そういった方がゆっくりと大きな文字が流れる、そして読み上げてくれるというコンテンツは非常にわかりやすいという人もいたと。だとしてもですよ、映像としての動画を 見にアクセスしているプラットフォームにおいて音声のみのコンテンツそしてテキストだけのコンテンツっていうのはよっぽどじゃない限り好まれないですこれらに関しては1年くらい前に私がノートで音声投稿をしていた時期に多少感じてたんですが1年経っても特にねノートのユーザーさんは そこまで変わっていなかったのかなと。もしかしたらね、多少変わってるのかなとも思ったんですが、今回改めて実感したのは、ノートはね、テキスト文化というのが根強く広がっていて、まだまだそれ以外の投稿形式というのは流行りづらいのかなということです。同じ内容であれば、音声じゃなく、 音声を書き起こしたテキストの方が読まれます。特に日頃からテキストで投稿されている方であればね、そこに集まっているフォロワーさんというのもテキストを読む人が集まっているので、それもね、理由の一つになります。まあ、これらを踏まえて応用するとすれば、他のプラットフォームで提供している音声を再度活用する場合にはですよ、 単なるテキストの書き起こしだけじゃなく他で話した音声や動画というのをノートでテキスト解説したりあとは補足を加えるそんな使い方が良いのだと思いますノートにおいては音声コンテンツがまだ受け入れられないだからノートを使わないというね選択肢ではなく複合的な組み合わせの 使い道として、音声や動画、それをね、テキストでどう表現するかっていうのを追求していって、うまく組み合わせて利用していく。これが合っているのではないでしょうか。合に入れば合に従えという言葉があるようにね、そこの場所にあったものを提供する。これが大事になるのだと思います。ということで、 本日はこのくらいで。それではまた